今日はギリギリです。今日は29日、ね、今日は昨日と違って天気が良かったです。明日も晴れると思います。みかんせん T シャツが見える。みかんせん T シャツじゃないみかんせん T シャツじゃないな。ね、もうすぐ6月です。もう半年が終わってしまうということで、はい、こんばんは。ね、晴れるといいですけど、なんか31日もちょっと微妙よね、天気。まだも晴れるとは思いますけど、はい、晴れると思いますけどね、2日も晴れたらいいですね。今日昼配信してたかと思ってた。昼配信してません。金と日が雨っぽい。マジ雨かな。ね、晴れたらいいんですけど、ね、台風が過ぎ去った。まだ来てんの、まだ来てるのか過ぎ去ったのか分かりませんけど、太田さんは晴れ女でしたよね。晴れ女だと思ってます晴れ女だと思ってるけど、はい、まあ、台風には勝てませんね、さすがに。なんかジジジ聞こえる。ああ、充電してるから。ごめん。充電がないんだ。ジジジ言ってる。ごめんね。そんな聞こえるの？ショールームって。なんでだろう。携帯が熱くなりそうだな。めっちゃ聞こえんの？もう携帯の寿命ですね。やばい、本当に変えないといけない。なんか夜の草原にいるみたい。どういうこと？やばいかな、充電。でも充電器外しても落ちそうだけど。でも今 30% ぐらい。一日充電持たないよ、マジで。なんかバッテリーのやつ見たの。なんかさ、見れるじゃん。何パーセントみたいなやつ。それ76やった。結構寿命だよね。結構寿命じゃない？夏っぽい変えなきゃいけないよね、携帯。バッテリー変えたら大丈夫なのかな。あ、そう、100のうちの76。80切ってたら寿命です寿命すぎるわ。それはじじじ言うね
私76でしたもん。寿命ですね。はい、変えないといけません。これ使い込んでるからなのかしら。ね、やばいよな、変えんと。ごめんなさい、スマホさん。スマホさんごめんなさい。一番の原因は充電しながら iPhone 使うから。今やん、うん、今じゃん。充電しすぎもダメなのかしらね。やばい、みんなに言われる。本当にやばいよね。帰る、頑張るから、ちょっと待って。帰る帰る、ちょっと待ってとか言って。そう、私も変えたいんよ早く。ね、寿命ですね。いくらでも待つけどね。ほんとちょっと待ってって。めっちゃ頑張ってるね。てかでもそういう80とかの寿命すらなんかあんま知識なかったわ。え、76ならまだいけんじゃねぐらいのスタンスでした。ダメだね、アウトなんだもん。76あったら十分やみたいな。なんか40とかになったら終わりかなみたいな、そういう感じでもないんですね。今から1億、9月まで待つか。待てるかな、9月まで待てるかな。76やばい。だってすぐなくなるよ充電。私のもうびっくり、すぐなくなるから。そう、バッテリーだね。バッテリーがあれですね、変えないといけないんだ。バッテリーだけ交換してもらうか。嫌です、変えます、新しいのに。高いけどね、高いけどやるしかないよね。ね、とりあえず変えないとだね。いやそうだよね、マジで。あのいい iPhone っていうか、まあ、新しい iPhone 使ってると周りとかね、そうみんななんか私の充電が減りが早すぎて、まだそんなにあんのってぐらい。あ、なんか写真よく撮るじゃん、あと写真撮っただけでめっちゃ充電減るし、あのなんていうの、シャッター押すのもめっちゃなんかなんていうの、固まる。固まります、もう固まっちゃうよね。そう、いろんなちょっと被害がありまして。そうです、写真撮るので、ね、
充電減る。で、容量もめっちゃ多いし。はい。めっちゃ画面重くなる。はい。結構なの。はい。つらい。マジつらいです、それは。容量関係ないか。そうね、新しいのに変えるのが一番ですね、皆さん。はい、頑張ります。とりあえず変えることを目標に。ストレス感じるなら変えた方がいいよ。大事だね、ストレスは良くない、皆さん。ストレスは良くないです、ね、しょうがないね。お金を出して買うしかありませんね。まあまあ、お金を増やすしかありません。頑張ります。お疲れ様です。おやすみなさい。ありがとう、来てくれて。おやすみなさい。あっという間だ。おやすみなさい。私はね、結構しびれてきた。はい、もうそろそろだと思います。はい、さすが。ね、もうそろですね。じりじり言わなくなったでしょ。じりじり言わないんじゃない今。スマホより高性能なしびれやめて。確かにそうだけど、じりじり止まりました。そう、次足がじりじりしてきたから、足じりじりしすぎて、お、出ました、ありがとうございます。808日です。ありがとうございます、皆さん見てくれて。808です、ありがとうございます。888日にケーキ食べよう。それやったらあとちょっと我慢して900日にするよ。ありがとう、見てくれて嬉しいです。こんなあのショールーム時間バラバラなんですけど、見てくれて
ありがとうございます。19日の前に誕生日があるんだ。そうなんだ、すごい計算してくれたのかな。ありがとうございます。あ、確かに817なんかやりたいね。817は9、10、9、10、11、12、13、14、15、16、17、7日かな、予定では7日らしい。ということで皆さんお時間ですね。今日もありがとうございました。皆さんゆっくりお過ごしください。それではまた明日、バイバイ、おやすみなさい。